子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームリオンさんからのメッセージです。私は猫3匹と犬を1匹飼っています。よく写真撮るのですが、なかなかうまく撮れません。あっちゃんがツイッターなどに上げてくれるポッツやロジャーなど、とても可愛くて、いつも見とれてしまいます。何か撮るときのコツなどあれば教えていただきたいです。ちなみに、よく猫派か犬派か聞かれるんですが、答えられません。あっちゃんならなんて答えますか？ね、別にどっちも好きでいいんじゃないですか、それは。私もどっちも飼ってるからどっちも好き。この間ね、180万円のタイニープードルが売ってました。はぁーみたいな。でもコアラみたいで可愛かった。持つとめっちゃ震えるんですよめっちゃ震えて固まるんですよ。可愛いと思って。あとね、110万円するねミヌエットが売ってた。はぁーみたいな。その店めっちゃ高いけどめっちゃ可愛いんですよ。だからたまに覗く。で、店長さんがなんか実家と同じ、私の実家はもう今13匹ぐらいいるんですけど、で犬も5匹いて、だからそういう同じような環境だから店長さんとよく猫の話して帰りますねー。ツイッターに写真、私そんないい写真あげてますか？全然。動画でいいじゃないですか。動画の方が後から見返すと可愛いのっていっぱいありますよ。特に猫とかはね。私はだからスナチャーとかで自分のために撮って、それを保存したりしますよ、写真ね。でも自分と一緒に写る写真ってなかなか撮れないですよね、動物ね。あんまりなんかカメラ向けすぎると動物って嫌がるんですよね。わかるわかるねえ。そんな感じですかね。リオンさん、ありがとうございました。さて、今週は10月生まれのアーティストの曲オンエアしていきますが、今日は近い誕生日のこの2人、16日は時男で、17日は優子が誕生日ってことで、おめでとう。イエーイ。時男と優子って1歳違いで1日違いなんだ面白い。逆なんじゃないのみたいなね時男27歳、優子28歳になりますね。優子といえば映画真田純優氏が公開中ですね。これ見たいな。この間ね、マリちゃんのね、ホタルはね、すっごいね、かっこよかったんですけど、優子のホタルもまた全然違うんだろうなと思って。AKB ファン楽しみな感じじゃないですか、これはね。全然違うもの見れんだろうなって。真田純優氏、面白かったな舞台。堤さんの愛のある演出がもうたまらなかったですね。ということで、今日お送りするのはですね、まあ、時男は歌手じゃないからね。AKB48 のギンガムチェックです。優子といえば私はこの曲が一番好きですね。それではまた明日。前田敦子でした。